こんにちは、アンソニーです。こちらのダイキンの空気清浄機なんですけれども、1ヶ月ちょっと使ってみましたので、ちょっと感想を喋りたいと思います。さすがにこれだけの大きさがあるということもあって非常にパワフルで、かなりね満足してます。やっぱり一番思うのは、仕事が終わって家に帰ってきた時に、思い込みかもしれませんけれども、やっぱり部屋の空気がね、あ、綺麗だなって思うんですよ。でそれと、うち結構ホコリが結構出やすい家なんですけれども、部屋の床に落ちてるホコリがですね、ちょっと少なくなったような気がします。今真夏なんで使ってないんですけれども、最近流行りの加湿機能もついてます。こちらにですね、加湿タンクがありまして、ここからタンクを出して、これがタンクなんですね。3.6 リットル入るみたいなんですけれども、ここを外して水を入れて、でセットするというものですね。で、これはダイキンの特徴なんですが、このタンクの水に対しても除菌するということで、結構こう加湿器のタンクってしばらく放っておくとちょっとヌメヌメしてきたりするようなことがあると思うんですが、ダイキンはそれがないというのが一つ特徴ですね。お値段なんですけれども、7月上旬の時点で価格 .com での最安値が2万3000円ぐらいでした。で私もその値段で買ったんですが、キャラバン U というインターネットショップで買ったんですけれども、理由が2つありまして、その最安値の2万3000円という値段で、5年間のお店の延長保証がつくっていうことと、それとですね、この本来別売りのキャスターが無料でついたんですね。それでこのお店に決めました。この空気清浄機の部屋の中での置き場所っていうのもやっぱり大事でして、ダイキンさんによるとエアコンと対角線上の位置に置くのがいいらしいですね。で、気温はそうなんですけれども、部屋の中で要は空気を対流させるような場所に置けばいいと思いますので、そういったベストの場所に配置するためにも、こういったキャスターがあったらいいかなと思ってこれにしたんですね。でちょっとつけてみますね。これは至って簡単でして、本当差し込むだけですね。よいしょ。一応ね、キャスターのロック機能もついてます。 OK、 はい、ということでこうやって部屋の中でも簡単に移動できるようになります。はい、操作系なんですけれども、ここに切りタイマー、入りタイマーがありますので、寝る前に1時間だけつけておくとかいう使い方もできますね。で、このエコ節電モードもあるんですけれども、これ本体自体が非常に、電気代のかからない機械なんで、これ使わなくても24時間つけっぱなしでもいいと思います。で、運転入り切りボタンがあって、加湿ボタンですね。で、こちらで加湿の切り替え、自動モード、連続モード、喉肌モードとあります。で、ここが風量ボタンなんですけれども、基本的には自動モードでつけっぱなしでもいいと思います。で、よっぽど何か匂いの出るもの、ホコリが出るようなことをした場合にターボモードにすればいいかなと思います。で、一つだけ不満がありまして、私これ以前にシャープの空気清浄機を使ってたんですが、その時にはターボモードをつけた後10分ぐらい経ったら自動的に自動モードに戻るっていう、そういうモードがあったんですね。それがなくて、このダイキンの空気清浄機はターボモードにしたらずっとターボモードなんです。なので、それがちょっと不便かなと、それだけ不満に思いました。はい、ということで、ターボモードにするとですね、音はかなり大きいです、やっぱり。ただ、あくまで風切り音が大きいだけであって、モーターの音ではないんですね。なので、そんなに不快な音ではないと思います。で、通常の自動モードとか、お休みモードにしておくとですね、もう全く音は気にならないですね。非常に静かだと思います。はい、ということで、ダイキンの空気清浄機をご紹介いたしました。参考になりましたでしょうか？それでは。